はい、どうもいつもね、動画ご視聴いただいて本当にありがとうございます。それで、今日からおっちゃんのね、動画を見ていただいてる方ありがとうございます。おっちゃんもね、もうゆるい動画ばっかりです。本当にね、ゆるい動画をね、1日1本ね、まあおっちゃんの、まあ、日記みたいな感じでね、動画の方をアップしてます。それでいつも本当にね、ご視聴いただき、コメントいただきありがとうございます。それで今日はね、午前中にね、もうね、めちゃくちゃ嬉しかったんですよ。こちら、あのね、まああの視聴者さんで、あの来ていただいたんですけど、ちょっと前にも来ていただいとったんですよ。遊びに来ていただいて、ほんでハーレがね、今カスタムしてますということでね、出来上がったら店に行きますねって言って、もうめっちゃ楽しみだったんですよ。そしたらね、その方が聞いてくれました。そしてね、もう本当にね、この YouTube やっててよかったなと思うのは、まあ、私の YouTube 見ていただいて、あのハーレのエアクリーナー交換とかやって交換したじゃないですか。だからその方がね、以前、パパさんのハーレ乗ってて同じエアグリーナーをつけてたみたいでね、それでね、予備のフィルター、はい、これもね、買ってて、でその方はもう、もっとすごいね、キャブの、もう今日見てびっくりしたんですけどね、次はね撮影させてもらいます今度撮影させてくださいね。もうね、びっくりしました。もう20年前のハーレ、もう今日おろした新車みたいでね、ふんだんにカスタムされて、もうただただすごくて、なんともちょっとすごすぎてね、コメントができないっていうよね、感じでした。それで、以前乗ってた、パパさん乗ってた時のね、こういうサービスマニュアルとか、その時の本とか、こんなのってね、ほんとね、すごい大切と思うんですよ、その方にとってもね。こういうの、これをわざわざね、持ってきてプレゼントくれるとね、もう本当にね、YouTube しててよかったです。あとね、可愛いワッペンもいただいたんですよ。ワッペンはね、ちょっと私のこちらのガレージの方にはね、持って帰ってきてないんですけど、サーキットガレージの方にね、ちゃんと飾らせていただいております。ありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、今日もおっちゃんゆるーくね、ガレージライフ始まりました。そして、こちらのガレージなんですけどね、日に毎日毎日、まあ、30分から1時間ぐらい片付けていったらね、これでもだいぶ片付いたんですよ。それと、向こう側の、トレーニングジムみたいにちょっとしてるところもね、だいぶ綺麗に片付いてきました。まあそんな感じでね、今日の動画はね、何するこれするらしに、まあ、私がこれハーレとか大型バイクゼファー CB400 フォア、まあ、こちらでね、乗っててどうですかという、このネイキッド系にするかアメリカン系にするか悩んでるという方からね、インスタグラムの方からね、コメントいただいたんでね、それで今日はね、もうこれおっちゃんのね、勝手なおっちゃんの感覚になるんですけどね、ちょっと喋っていくだけの動画になります最後まで見てやってください。オープニングめちゃくちゃ長いね。ではコーヒー飲んでから、おっちゃんの感想を述べていきます。おーす。はい、それでね、この並んでる順でね、おっちゃん喋っていきたいと思います。このゼファー界、まずはゼファー界は、これがおっちゃんのでない、おっちゃんの息子のバイクなんですけどね、これはね、めっちゃ乗りやすい。もうちょっと買い物行くとか、近所のコンビニ行くとか、これはめっちゃね、乗りやすくて安定してると思います、このバイクの中だったら。それで400なんでね、結構取り回しが軽いんですよ。それで次はこのハーレちゃん、ハーレちゃん、このハーレちゃんはね、このゼファーとか比べて、こう乗った感じはね、
実はね、乗って走ってたら重さ自体はね、このハーレちゃん400とか あんまり変わらない感じです。それは多分ね、エンジンが真ん中についてるから、あの重心が横に行かないから、あ、多分軽く感じるかなと。それで400よりも足つきがいいと。だからね、めっちゃ乗りやすいです。次に、この750、この750はね、安定してます。ちょっとコンビニ買いに行く、買い物に行くっていうのはちょっと重たすぎるんですけどね、直線をブワーっと、ただ海だけ見にブワーっと行くっていうのはやっぱりね、400より7半、400cc がふわーんって、もうそれこそレッドゾーンまでね、タコメーター、回してるところが、これだって4000回転とか5000回転ぐらいブーンブーンブーンで、それぐらいのスピードが出ていくんですよ。これはね、本当に、そこらはすごいと思います。それからロングツーリングにめちゃくちゃいいと。次にシビちゃん、シビちゃんはね、まあこの中で比べたんですよ。ハーレよりはブレーキ効くんですけど、このゼファーと比べたらブレーキ効かない、遅い、効かない遅いやったらなんか悪いことしか言わんみたいなんですけど、まあそれでもね、この他のバイクより勝ってるところはね、音、それとこの走ってるっていう雰囲気、もう一生懸命走ってるっていう感じがするんですよ。それがね、この CB ちゃんはすっごく楽しいです。それと、まあ買い物に行くんはね、やっぱりこのゼファーちゃんの方がね、クラッチも軽いし安定感あるのでね、ちょっとコンビニ行くんはね、この CB ちゃんよりやっぱりゼファーちゃんがいいかなと思います。それで次はね、このその質問いただいた方がアメリカンとこのネイキッド悩んでるということだったんでね、これのね、おっちゃんなりの違いを解いていきます。ごめんなさいね、おっちゃんだけの意見になります。はい、それでね、おっちゃん、このアメリカンハーレ乗ってね、もうすぐ3ヶ月になります。それで、また3ヶ月のね、これだけのね、レビューもね、またやりますのでね、それはもうあと1、2週間で 3ヶ月になるんでね、それはもうちょっと待ってください。それでね、その方の質問で、このアメリカンとこのネイキッドタイプね、何が違いますか。大きな違いは走るスタイルが違うと思います。これはお茶の意見なんですけど、このね、ハーレっていうのはね、もう独特でね、低回転のドド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 ドっていくのがね、めちゃくちゃね、楽しいです。高回転をブワーワーンってぶん回すようなタイプではないです。しかしこちらのこの私の持ってるやつは高回転がめっちゃええんですよ。音がクワーンって、まあおっちゃんは勝手に泣くと言ってるんですけど、あーんあーんってこの泣く、この泣くスタイルがね、特にこの CB ちゃん、もうなんかどこまででもエンジン回るんじゃないかなっていうぐらいね、泣いてくれるんですよ。それがね、おっちゃんは大きな違いかなと思います。なので走るスタイルですね、峠でこうコーナーをある程度こうまあバイクを傾けながらファーンファンブンブンっていくタイプの方は、やっぱりこちらの方が面白いかなと。でこちらのハーレに関してはね、特に私のこの48XL1200X、これはね、ちょっとこう倒し込んでいったらね、同じように、こちらのバイクと同じように倒し込んでいったらマフラーがするんですよね。なのでね、めっちゃ怖いです。マフラーが吸ってそのままいったらそこが軸になってこけちゃうのでね、だから飛ばすっていうより、もうハーレを楽しむのは低速から中速、それで、こちらの4気筒の、まあ、集合入れてるマフラーの私のタイプは高回転を楽しむっていうのがね、一番かなと思います。なので、どっちを楽しみたいかで、バイクのね、こっちを買おうあっちを買おうって、分かれたらいいかなと思います。それと、単純に足つきの犬はもう絶対アメリカンバイクなんでね、足がつかないっていうのは結構怖いんですよ、初め乗る方
はね、もう慣れてる方は別につま先で信号止まっても全然問題ないんですけど、まあこれから始めるっていう方はね、やっぱ足つきもね、おっちゃんは大事なポイントかなと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。おっちゃんがね、ただちょっと喋ってみました。まあ喋るだけの動画ですけどね、まあおっちゃんのこれはまあでも意見です。もっとねこのネイキッドもいいところあると思います。それでアメリカももっといいところがあると思います。例えばロングツーリング、高速道路ダーッと行ったことがないんでね、両方で行ったらよくわかると思うんですけど、どっちが楽なとかね、まあそういうのやった時ないんでね、もしねそういうのをやった時のある方はね、逆にコメントいただいたらね、おっちゃんはめちゃくちゃありがたいです。ネイキッドはこんな使い方してますとか、こちらのアメリカンタイプはこんな使い方してますと。それでおっちゃんはね、例えばハーレ乗る人とこっち系旧車乗る方って案外ねこう二手に分かれてるような気がするんですけどね、おっちゃんはねやっぱりエンジンがついて、タイヤが2個ついてるバイクはどんなも原付きであれめちゃくちゃ好きです。というわけで今日の動画いかがでしょうか。もしよかったらいいね高評価お願いします。それでチャンネル登録していただいてね、また次の動画でお会いできればめちゃくちゃ嬉しいです。今日はねおっちゃんの感想をグダグダ言いました。では皆さん良い一日をお過ごしください。さようなら。おーす。